過去を変え、芝生と大元気らは上田城を確保した。しかし彼女が再び奪われたとの報を最後に、城の警護に当たっていた兵と連絡が途絶えてしまった。かぐやは上田城の方角に時空の歪みを感じ取り、時を渡って紡ぎ直してきた道に強大な力を持つ者が介入した。その力は上田城の現在を変えてしまう可能性すらあるという。妖者に対抗するための要を失うわけにはいかない。大元気は再び城の奪還を申し出る。時空をねじ曲げるほどの力を持った存在とは一体何者か。討伐軍の面々は状況を確かめるべく上田城へと向かった。妖魔たちが上田城を攻めている。一体ここで何が起こっているのかしら。私にも分かりかねます。ただこの地全体からは歪みを感じます。この世界の外側から投じられた石で、時の大河が波立っているかのような。その強い力が上田城の守りを崩した。そういうことかしら。ここからじゃわからないね。様子を見ながら城の中に入ってみよっか。俺はそんな力を持つ人に興味あるな。心強い仲間が増やせるかもしれないじゃん。誇りある戦を目指す。以上で援護で守った城がもう一度取り戻す責任がある。上田城周辺に謎の城が現れました。我らの進軍が食い止められています。天将はまだ来ないよ。ああ我らだけで十分よ。城の周囲の奴らを一掃しろ。上田城は謎の人たちが守っている。そこに炎将軍も攻め込んでるみたいだ。どうこうみたいに脱皮の罠だと嫌だな。油断は禁物っと。期待に応えねば。どうこうでは脱皮の策に不足を取った。今度こそ橘の力を示さねばな。一部隊での露出は控えた。まだ城に何者がいるかわからないから。悪党から人間どもが来たようです。敵の増援か。迎撃するのだ。な、誰だお前たちは。どこから現れた。この扉は強い術で閉ざされております。ここを守る方は特別な力をお持ちかと。また増えたか。悔しいが、ここは引かねば。液晶、俺が打ち取った。やむを得ん、撤退だ。
将の配下と妖魔どもは聞いたようだな。でもまだ安心するのには早い。城の様子を確かめないと。おい、あいつら我々に向かってくるぞ。彼らは味方ではないのか。まさかこの城に行くの。門に施されていた術が解けたようです。中にいた兵がこちらへ参ります。何にも言わずに向かってくるなら倒すしかないよね。見事だ、強化しよう。一体何者だ。波の将でもありえぬ強さだぞ。この方々は何か特殊な力で動かされているのでしょうか。至極に存ずる。兵たちを操る人はどこ。その辺りにも見合いに。あれだけしっかり守ってたのに、ようだよね。まさか遠いところか。敵の揺らぎを感じます。この地の現在を塗り替えるかのように。さすがですな。将兵らの士気も高まりましょう。見事だ、強化しよう。
ほんのひととき留守にしただけでこのありさまか。あの妙な兵たちを操っていたのはあなた？妙なとは心外な。あの士気たちは私の留守中この地を守っていただけのこと。士気？まさか貴様は阿部の生命？おや残念。せっかく遠い時空を越えてきたというのにここでもその名に縛られるか。時空を越えて？ああちょっとした散歩だ。貴様があの高名な阿部の生命として今まで一体どこで何をしていたのだ？元の世界との架け橋を作ろうと思って、この地の流脈を見て回っていたのだ。炎章様、こちらです。そのお力で奴らを蹴散らしてください。妖魔と人の共存は我らの悲願。こたびこそ上田城を我らの手中に収めるのだ。ここはあなたたちが守る地だ。迷惑をかけた阿部に私も力を貸すとしよう。士気たちには引き続き頑張ってもらおうか。すごい、ただ者ではなくて、すごい心強い味方ができちゃったね。これならきっと城を守りきれるよ。先の戦い、我らの罪は痛恨の極み。今度は以前のようにはいかせぬ。我らが炎章様の刃となるのだ。頼もしきことよ。我らの国を立てるため励むがよい。この地にはあやかしと共に戦う人もいるのだ。元の世界ではなかなか理解されなかったが。あなたはご高名な方のようですね。存じ上げず失礼しました。知らないくらいが好都合だくせながら、なかなかうまくいかないわね。お見事な武勇にございます。それが真の三国の姿。炎章様、申し訳ありません。おお、目を見張るばかりの戦ぶり。はい、よくできました。骨ごと噛み砕いてくれよ。流脈をたどればと思っていたのだが、この世界は複雑で、とっても難しい。炎章様、ではない、再起を図る転身である。これで責任は果たせた。でもまた城を奪われないようにしないと。ならば城の守りに我が士気を用いるわ。迷惑をかけた詫びだ。力になれ。俺たちの勝利だ。私の士気が迷惑をかけた。しかしこの世界も興味深い。ここは私たちにとって生き抜くべき現実。
物見うさんならどこか別でどうぞ。悪かった、気分転換に時空を散歩していたら偶然ここにたどり着いた身なのでね。それは散歩なのか？私の感覚ではね。だが龍脈の力を借りても元の世界との架け橋はできないようだ。なのでしばらくこちらにお邪魔するよ。あやかしを倒すならば私の力も役立つはずだ。お見事に。やるー。